はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、目の話なんですけどもね、コンタクトレンズを入れたいなと思ったんです。っていうのもね、紫外線とかね、太陽の光きつくなってきてるんで、サングラスをしようかなと思ったんですよ。まあそんなに外出ることはないんですけども、まあ、ちょっとね、出る時にメガネの上からね、サングラスしたらちょっとできへんやんっていう感じになるんで、コンタクトレンズを今朝ちょっとしてみようかなと思ったんですけども、いや待てよと、僕確か目にも GVHD で一瞬、入院中だったんですけど、目が開けられへん、目の視力がどんどん低下していってね、ちょっと怖い思いしたんで、これはちょっと調べてみようかなと思って、ちょっと資料をねめくり返してたんですけども、そしたらやっぱり勝手につけずに医師に相談することって書いてました。まあ確かにね、視力の回復もまだ安定がしてないんで、でただでさえ目のね GVHD 副作用、骨髄移植に対する副作用が出てたんで、したらあかんやろうなとは思ってたんで、まあ調べてみて相談してからにしようかなと思いました。だからまだ相談してないんですよ。だから勝手にやらんでよかったなと思いましたね。もしね、まあ勝手にやってすごいことになったら嫌やなと思ったんでね。まあコンタクトレンズっていうのは瞳のね上にこう乗るわけなんですけども、まあもちろんその涙の上には乗ってるんですよ。まあその涙が出ない方、まあこっちのね、こっちの僕からしたら右目なんですけども、こっちの目が、まあ、未だに涙は出ません。そんなにはその潤ってないんかって言ったらそうじゃないんですけども、かろうじて潤いはまだあるんですけども、こう例えばね、感動するテレビを見て泣く時もこっちからしてはまだ涙は出ませんっていう状態なんで、やっぱまだあかんなと思ってやめときましたね。まあ何でも勝手にせずに先生に相談していこうと思います。まあ今日はこんな感じでした。でね、目も怖いんでね、皆さんもなんか勝手にやろうとせずに先生に相談してから始めましょう。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。